道の駅に出荷に来てます。今、尺投げ館に来てます。尺投げ館にもトマトを出荷しいやいや、トマト取らにゃいけんのに遠いとこまで来てしもうた。携帯が何、うん、まだ言うほど来てないですね、ピークは。まだ言うほどね、まだちょっと暑いのーって臭いのぐらいで、自分がもう死ぬいう感じで、死ぬいう感じである。ここが一番狭い。狭いっすね。一番最初に腕立てたけど、で徐々にうまくなって、徐々にね、修正を重ねて。あんまり変わらんですけど、なんかはいいです、うん、怪しそうな木は切った。あの、ね、うちもなんか怪しいの、そうなってから実験もしてました。高級なファンが回るよ、うちの扇風機ですね。ええやつですね。扇風機でもよかった。旧順天堂で見たらあれ5万ぐらい。マジで4万5千か5万ぐらい買える。俺の5千円どうなってんの。わかりましたね、田舎すぎて。田舎すぎて、めっちゃついた。
はい、こんばんは、原田農園です。今ですね、福原農園から帰ってきました。ちょっと明るい間は福原さんのとこ行ってたんで、ちょっと今からですね、もう暗くなったんですが、トマトの収穫をして、詰めていきたいと思います。はい、今日もかなりまた赤くなってますね。ちょっとガンガン取らないと厳しい感じです。はい、じゃあ収穫を行っていきたいと思います。